KZP プラスです。突続生産倍成長イベント期間中、なのに、この間チケットで引いた、シルバーを使ってみたら、やたら、と気に入ってしまい、育てています。突続生以外も2倍成長なので、この期間に気に入ったキャラを、育てておくかなぁと、今日の裏道場に出陣させています。それではいつもの無料ガチャから、1周年感謝祭ガチャを引きます。毎日引けるありがたいガチャまさかの全部 A スタイル、見事な A。こんなこともあるんだね、がっくし。1周年記念ガチャやります。全部 A スタイル。全部 A スタイル。1個だけ S スタイル、そこは空気読んで、A スタイルでもよかった。今日はガチャで SS でなかった、裏道場頑張ろう。今日の試合、4はたったの3体、わかってます、数は少なくとも、1対1体が強いやつー。脳みその型の触手なんて、普通に、1000超えのダメージ出しますから、気をつけないといけませんよね。いつも通り大鳥天前の陣で、セフィラス頑張って、先方で、行くのですが、今日は動画冒頭、でもお話しした、シルバーを、メンバーに入れています。何が気に入ったかというと、稲妻スラッシャー、に4回攻撃を1ターンでします。かっこいいです。ランダムでの攻撃回数が、変化するので、そこまで信用の、置ける技ではないのかもしれません。技の威力自体も1回1回の火力は、通常攻撃とさほど変わらないくらいです。でもかっこいい、わら。4回攻撃が決まった時は、ダメージが大きいですし、何よりシルバーは可愛いので、使っていきたいなぁと。
ぱり稲妻スラッシャーが、かっこいい。1ターン複数回攻撃いいね。裏道場も勝てたし、最高。ご視聴ありがとうございました。